はい、こんにちは、庄十子です。はい、見たことありますか？これね、あのね、これもね、コストコの商品なんですよ。なんていうかな、デザート、スイーツのところにあったんじゃなくて、冷凍のところにあったオリジナルチーズケーキです。ザ・チーズファクトリー。でもよく知らないんですけど、普通にチーズケーキのお店ではなくて、普通にあのハンバーガーとかね、あのいろんなのが食べられるところにのショーウィンドウにあるチーズケーキがこのように冷凍の状態で輸入したり売られたりっていうものらしいです。結構私ちょっとバカにしとったけど、ほんとでね、値段が2398円、コストコにしてしたらまあまあちょっといい値段じゃないって私は思ったんですよね。でも今のこういろいろ話を聞くっていうか、ネットで見るとああちょっとそれなりなんかなっていうね、もうちょっと楽しみでしょうがないです。はい、では開けてみたいと思います。はい、開けてみました。すごい、これすごい、見て見て見て、ちょこれすごい、ちゃんと ねちょっと一個ね出してみようかな。これわー、下のクッキー生地の薄さがまたいいね。はい、食べていきたいと思います。いただきます。おー、フォークの入り方がえい、こんな感じでございます。うん、チーズ好きにはたまらんと思います。これあのなんていうかな、すっごいきめが細かいで、あのクリームチーズ感がもう口に入れた瞬間にまったりとわかります。チーズの甘みがめちゃくちゃ濃厚です。で少しね、あのシナモン、多分あのタルトのところかな、クッキー生地のところが多分シナモンが入っとるかなっていう感じがします。そこまでねシナモンはしてないと私は思うんですけどね。本当にね、一個一個が本当にめちゃくちゃ大きいです。これはいいですね。で、解凍、まあ、あの冷凍で売ってあるんですけど、その解凍の仕方でちょっとあの凍った感じでもすごくひんやりスイーツとしてはいいんじゃないかなと思います。
全然お腹はいっぱいにはなりません。ただただ美味しいだけでございます。12カットですね。大ぶりで12カット。この重厚感だって、ね、フォークがね、例えばこうブスってやるね、はあ、ほらほらほら刺さっちゃうんだよ、こうやってほら、それぐらいずっしっとしてるんです。口の中でまったりとこう粘りつく感じが最高です。はい、最後一口ちょっと大きかったかな。最後一口いただきます。はい、ごちそうさまでした。はい、コストコのザ・チーズケーキファクトリーのチーズケーキのチーズケーキ、はい、オリジナルチーズケーキですね。はい、いただきました。ですね、めっちゃ意外だったです。これ買った時ちょっと高いしなーぐらいとか思ってたんですけど、いや本当にそれなりの価値がありました。はい、いや本当にこんな風にね、こういう風にちょっとオリジナルにしたらめっちゃ可愛いかなと思ったんですけど、もう今回はそのまんまでバサッといただきました。はあ、大満足です。そんなにチーズも濃くないので、あの飽きの来ない濃さっていう感じでした。はい、皆さんもぜひ探して試してみてください。はい、今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。庄司ゆう子でした。
歯にまだチーズがついちゃうのがめっちゃ得した気分がする。